どうもサッカーギルドへようこそ、マサです。突然なんですけど、僕キーパー普段やってて、よくフォワードの選手とかからどんなシュートが嫌なのって聞かれること多いんですよね。まあ、シュートっていろんなシュートあると思うんですよ。例えばコースを狙ってくるシュートとか、すごいカーブしてくるシュートとか、その中でもキーパーとしては強いシュートがすごく嫌なんですね。なので今日は強いシュートの蹴り方について解説していこうと思います。今回のポイントは全部で3つです。ポイント1つ目はリラックスして助走を取ることです。具体的に言うと、ボールに足を当てるまで、それまでは体の力を抜くことです。でこれなんでかっていうとですね、運動学的に言うと、人間の体って緩んだ状態からガッと一気に力を入れた状態の時に最大限の力を出せるからです。例えばなんですけど、小学校の時に握力計体力テストで持って測りました。握力計ってすごく力を抜いて持った状態からいきなりガッと力を入れて測りますよね。あの時に最大限の力を出せるんです。ポイント2つ目は軸足をしっかり踏み込むことです。なんでかっていうと、軸足をしっかり踏み込むことによって助走の力を最大限に伝えることができるからです。例えば身近な例でいくと、車を運転している時、ゆっくりブレーキを踏んでいくと、そこまで自分に衝撃は加わらないんですけど、急にガッと止まった時にすごい強い衝撃が自分にかかりますよね。それと一緒で、助走を取った状態から軸足をしっかり踏み込むことによって強い衝撃をボールに伝えることができます。ポイント3つ目は蹴り足を振り抜くことです。例えばボールを蹴るときに途中で足を止めてしまう人がいますよね。そういう人って助走して踏み込んだ力をその足を止めたところまでしか伝えていないことになってしまいます。最大限にボールに力を加えて強いシュートが打ちたいのであれば、蹴り足を最後まで振り抜くことが大事です。今日は強いシュートの蹴り方について解説してきました。おさらいするとポイントは3つ。1つ目は助走、2つ目は軸足、3つ目は蹴り足でした。皆さんもこの3つのポイントを意識してやってみてください。